清流更新白鳥。国の天然記念物岩国の白蛇をモチーフにした正義のヒーロー白鳥。悪鬼の王国アントベイダーキングダムに立ち向かい、岩国市を中心に平和を守っているのだ。白鳥をプロデュースするのは榎本翔太さん26歳、地元岩国市の出身です。今日は前々から企画しておりました幼稚園のショーをやります。ついに。白蛇王の生みの親、川口久彦さんです。10年余りにわたって白蛇王の運営を続け、岩国市民に愛されるヒーローに育て上げました。ところが去年コロナ禍でイベントができなくなったことなどから白蛇王の運営を断念。消滅しかけた白蛇王を引き継いだのが榎本さんです。コロナ禍でイベントの自粛が続いたため、幼稚園での舞台は榎本さんが白蛇王を引き継いでから半年以上経ったこの日が初めてです。かっこよかった。榎本さんも久々のヒーローショーに手応えを感じました。楽しかったです。もう、子供たちってこんな力くれるんじゃって、なんか久々にヒーローショーしたって感じがしますね。榎本さんは普段市内のデザイン会社に勤めています。いかに短期間にミスなく綺麗なものを作るか、それが大事。会社では看板のデザインや設置を担当しています。自分が住んでる地域で自分が、ね、施工したりとか自分が作ったものっていうのが街の中をこう動いたり看板としてあったりするっていうのが、単純に実感として仕事があるっていうのは嬉しいんですよね。榎本さんは4年前、歌手になるという夢を追いかけるため会社を辞めたこともあります。社長に、いや歌手やってみたいわって言ったら、社長がいいじゃんって、そんな夢があるんだったらここにいる必要ないよって、早く出なよって、その代わりいつでも戻ってきていいけんっていうふうに言ってくださったんで、じゃあちょっといっぺん夢をかけてみっか、せっかく生まれたんだしみたいな。歌手になる夢は叶えたものの、それだけでは生活できなかったため3年前に会社に戻ってきました。こんな感じでやってもらおうと思ってまあ僕の会社もそうです。僕的には、家族みたいだと思ってますし、ね、絶対助けたいので、何があっても引っ張り上げちゃう。すでに何回か瀕死の状態を何とか救っていただいて周りに支えられながら白蛇王を続ける榎本さん。今年ファンのために年4回の大きなヒーローショーを企画しました。本番まで残り1ヶ月です。楽しいけれど苦しい時期っていうのはやっぱり未だにと思うんですけど、今の白蛇のイメージはまだまだどうせ白蛇王だから、そんなんやったところでもうそういう気持ちになってくるっていうのだけでも燃えますね。最高に燃えます。分かった、そういう気持ちがあるんだったら絶対に見に来てねっていう、俺は君を覆して帰る、その気持ちだけです。
ない、こんなちっぽけな存在に。グロリア、とりあえずセンターにしっかり入って、センターに先高い、ここは一人一人が小さい。ウノンさん、一生懸命やる子ですね。まだまだそのアクターとしてもその実力不足なんで、まだまだ叩きがいがあるってところですかね。はい、でもすごいやっぱこの岩国を良くしたいっていう気持ちが溢れてますけど。そうですね、はい、やっぱ、いや、それがなければね、もう俺も賛同しなかっただろうし、うん、そのやっぱ熱意があったからこそ一緒にやっぱ頑張ろうと思ったんで、はい、仲間と共に最高の舞台を目指します。グロリオ様、コロナ禍がひどくなってきてるんですけど、まあ、楽しみに来てくれる人たちが、ね、いることがもう分かってるんで、その人たちのためにしっかりとこのあと1週間で作り上げていきたいと思います。そして本番当日、イエーイ、せーの、オッサー、お願いします。会場には予想をはるかに上回るお客さんが集まりました。アントビーだ、もうお前たちの好きなさせない。そうだ、ここにいるみんなを、この岩国を、みんなの未来を守る。最後に出てきて主人公気取り、見せ場与えないですよ。ヒーローでしか届けられないエンターテインメントってあると思います。コロナ禍の中でエンターテインメントの需要って下がってるように見えるんですけど、飢えてる人たちもいっぱいいて、僕たちはこの舞台、映像っていうエンターテインメントを通して街を、人を活気づけていく、ここを絶対に忘れないように白蛇を大きくしていけたらなというふうに思います。このショーを特別な思いで見ていた男性がいました。白蛇王を榎本さんに引き継いだ川口さんです。今の俺は止められねえぜ。ちょっと涙が出そうになったんですけど、やっぱりあの白蛇王が登場してた時にバーって拍手がね、こう起こった時に、あ、ちょっと白蛇王帰ってきたんだなということでね、ちょっと感極まりましたね。自分が作ったものがさらにこのいい動きで、いいアクションで、蘇ったっていうかね、また人の前でショーができたというのは、もうすごくやっぱり作った側からしても嬉しいことですね。ここから始めるんだ。みんなの未来を俺は守り続ける。岩国の明るい未来を。僕にとって白蛇王とは生きがいですかね。いろんな仕事してるんですけど、野本くんは何が本業なのって言われることがよくあったんですけど、今なら舞台でヒーローやってますって言えるかなっていうふうに思います。見せてやる真の輝きを。榎本さんと白蛇王の挑戦はこれからも続く。